なに大抵いる。観客に気づかれないだけ。それが仕事。彼らは無名のスタントマンだ。華麗な技で稼ぐ。体を張るのはもちろん、まさに満身創痍って感じ。ああこれこれ、俺だよ、ホルト・シーバス。吹き飛ばされて泥水に突っ込み顔を隠す。ジョディの前ではカッコつけたいけど仕方ない。彼女は今俺がマジで惚れてる相手、カメラオペレーターだ。トムライダーのスタントマンは、いつの日かハリウッドの大物監督になることを彼女は夢見てる。俺は特にロマンチックなタイプじゃないけど、俺とジョディってまるで映画の中の恋人同士みたい。ありがとう。ジョディ、コルト、スタントの話楽しかった。話ね。ああ、またいつでも。ああ、トムがモニター前で呼んでる。おっと。俺ピンチ？トムってのはトムライダー、世界一の大物アクションスターで、また、なんで説明してるんだ？トムライダー知ってるよな、トムライダーだもんな。俺は彼のスタントダブルを6年やってる。向かってるけど。なんだ、何事？取り直しだ。トムとゲイルを見ろ。あー、またか。モニター前の身振り手振り、不満げな様子だな。何が不満かわからないけど。俺の顔映りすぎか。位置について。ジョーディーだっけ？あなた誰？ほら、これ顎が違う。俺の顎とこいつの顎比べてみろって。こいつの顎はずれてる。全く違う。ミスターポテトヘッドに似てる。いや、悪く取るなよ。いや、あんたの美しい顎に見とれてた。あ、そう。完璧。まあ、とにかくこのショットは使えそうにないな。OK、もう一度行こう。ああ、取り直さないと。OK、間違いない。いや、OK。どうしたらいいかな、これって。魔法使う？体勢を逆にするとか、仰向けで顔が映らないようにさ。ダイエットコーラの女性はゲイル。長年トムを盛り立ててきたプロデューサー。ご苦労なことだ。しっかりな。そういう文句は言うまい。俺は夢の女性と一緒に夢の仕事についてる。ズボンを後ろ前に運ぼう。夢を叶えて取り直せとさ。了解。ビッグポイントを変えて逆向きに押しよう。ジョディ、兄ちゃんに。一応開けてください。スタンバイよろしく。私に何か質問？ああ、俺に何か言いたそうだったから。ああ、仕事の後スパイシーマルガリータ飲みに行くんだけど、あなたもどうかと思って。そうだな、仕事仲間として一杯だけなら付き合うよ。二杯になると俺判断を誤りそうだから。マルガリータを飲むイコール判断を誤ることよ。それで思い出したんだけど、クランクアップしたらどこかビーチに行こうと思ってて、そのことで君に聞きたいことがあった。どうぞ。タオル貸してもらえないかな。タオルはあるけど一人で泳ぐのは危険すぎる。だったら君に一緒に泳いでほしいけど、思ってるのかな、水着。いや、待った、なんていうの、イギリスではスイミングコスチュームね。想像してよ、これが終わったら俺たちどっかのビーチでスイミングコスチューム着てスパイシーマルガリータ飲んで判断を誤るんだ。OK、行こう。素敵ね。じゃあ、それは本番行きます。全員お静かに。手回して。よし、大丈夫か。よし、到着。シリボールド、腰を下ろして。気合入れていこう。おい、足伸ばせ。気をつけろ。待って、スタンド行けそうか。準備よし、行けます。スタート1、よし、ロープ離して。それでは本番いきます。よーい、アクション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 。コルト大丈夫？下がっててください。大丈夫？邪魔ですから。
おごれるものは落っこちるって感じのことわざあるよね。落っこちた後も人にはプライドがある。ジョディは俺のために力になろうとしてくれたけど俺が耐えられなかった。で俺は行方をくらました。てかそう思ってた。